はいどうも、パンケーキこと岸りょうたと申します。今回は3号のやり残したことについて、ずっと噂をね紹介していきたいと思います。まあ、噂っていうか都市伝説というか、まあこの画像を見てもらいたいです。まずは当たり目指令が3号か、やつならまだやり残したことがあるっちゅうて、またパトロールに戻ったわいって言って、まあ3号がもう心の中の3号にしか会えなくなってしまうんですが、まあその本物の3号は一体やり残したこととは一体何なのか、一体どこに行ってしまったのか、その答えが次の画像です。これはあれですね、スマブラのなんて言うんだろう、ダイレクトかなんかの宣伝画像なんですが、なんかこの機能を紹介する画像ですね。でスマブラスペシャル杯トーナメントっていうことで、まあ、トーナメント表が組まれるみたいな感じでスマブラについて説明してる画像なんですが、この中でみんなキャラクター名、まあアイクとかデイジーとかファルコとか、まあ、こんな感じでキャラクター名が書かれているんですが、このスプラトゥーンのねところだけね3号って書かれてるんですよね。3号がいるんですよね、ここに、この中に。つまりもうスプラトゥーンの3号がやり残したことっていうのは、スマッシュブラザーズに出て、このスマッシュブラザーズに出てみんなと戦うことだったのではないかという噂が、都市伝説があるということで、これあれなのかな、スマッシュブラザーズで3号というキャラが使えるということなんでしょうか。もう多分スプラトゥーン内では、まあ、今後アップデートがどうなるかわかりませんが、もう3号と会える機会というのは心の中の、まあ想像上の3号しか会えないし、自分が操作できるキャラとしてはもう3号は操作できないと思うので、まあ、今後3号を操作したかったら、スプラ1のヒーローモードをするか、スマッシュブラザーズ、スイッチ版スマッシュブラザーズ発売されてからやるしかないということなんでしょうか。まあ、またでもね、こうやってゲームを変えて、スマッシュブラザーズで、3号をプレイできると思うと結構胸熱ですね。僕はスマッシュブラザーズやるつもりなんですけど、まあ、3号とか使えたらいいなと思います。それでは、今日もガチマッチの方をやっていきましょうか。アフロ。イカちゃんだ。まあ、なんだかんだでタコちゃんも多いけど、イカちゃんも結構多いよね。うん、イカちゃんもまあまあいるね。なんだ、それがどうしたっていうね。さあ、ちょうどルールも変わりまして、ルールは、矢倉に変わりました。矢倉まだ計測終わってないけど、やっていきたいと思います。なんか、ああいうさ、オクトとかの小ネタは結構面白いよね。まあ、今回言った、その3号のやり残したことっていうのは多分、まあ、おそらく、スマブラに出ることとはまた違うとは思うんだけど、まあ、そこら辺もまた今後のアップデートでなんか追加されたり、スプラトゥーン3への伏線とかだったらめちゃくちゃ胸熱ですよね。結構スプラトゥーン3も出るんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。スプラトゥーン3で3号がさ、3の3号がさ、活躍するとかだったらまたちょっと面白いよね。そういうのがあっても面白いかなと思う。いるな。はい、これが局者ですわ。まだいると、そこ。いやー、マジか。くそ、振りが遅かった。頑張れ、頑張れ。ここいるのか。あ、ナイス、あいち。相手一人王冠付きだからな。あの寿司の人が王冠付きっぽいな。そこいる。おー、怖っ。リッター怖いんやが。
ケー、一枚やって、矢倉全然動かないな。これで、一発。矢倉に触れといて、左から誰か来そうだな。やべ、危ね。関門突破したい。関門突破したい。この関門突破できたら熱い。ナイス。いや、やべ、相手も味方も全然、あれだね。矢倉のカウントを見ないね。なんでだろう。簡単に関門突破させてくれた。さあ逆に相手には突破されないようにしたいな。リッターが死んでいる。ナイス、矢倉戻し。いやーごめんね、きつかった。さあ結構カウンター痛いな。カウンターが痛い。これリードっていうか関門突破されますね。リードまでは、まあ、まだまだカウントあるから落ち着いて打開したい。マジか。まとめて敵落とさないと、ずるずる、自利品になっていくのきついな、これ。まとめて、キル取って打開しないと。嘘だー、今の当たってないのか。ごめーん。おぉ。危ね。とりあえず倒して突破されちゃったか。ここ突破されるのきついな。1枚やってナイス。手の寿司に対しては僕が強気に出てあげた方が多分いいんだろうな。が見てるな。あーマジか。やれると思ったんだけどな。お、いい感じにリードっていうかカウント進めてますね。こっからやぞ。こっからどう詰めれるかな。あそこで僕死んだのかよくなかったな。逆にやれてたら多分リードまで行ってたな。相手に落ち、いやでもこっちも寝落ちか。さあ残り20カウントで逆転したいぞ。いやー外しちゃった、ごめん。残り10秒だけど、どうだどうだ。あー無理そうだな、これ止まってる。ほいほい。というわけで今回は3号が、北斗エキスパンション終了後、一体どこに行ってしまったのかという動画でした。ご視聴ありがとうございました。まあまた、スマブラ出たらみんな、3号でプレイしてみてください。ありがとうございました。またね、スプラトゥーン3出ないかな。出てほしいな。
プレに嫌われている。理不尽な査定押し付けて、いつもダイナも殺したい武器を簡単にアプリで流した。僕らはスプラに嫌われている。軽々しく味方弱いとか、軽々しくガチマに潜る。僕らはスプラに嫌われている。